昨日の試合で負傷交代した中田選手は肉離れで復帰までに1ヶ月以上かかることが分かりましたチームにとってものすごく痛いですが逆に秋広選手をファーストで固定できるチャンスにもなりますかつての坂本選手も二岡選手の故障によりショートのレギュラーに定着しました秋広選手にも同じような道をたどってもらいたいです 中田選手の代わりに昇格してきたのが外野手の梶谷選手ということも秋広選手をファーストで使っていくという首脳陣の意図が見えます外野手ならばファームで絶好調の岡田選手かとも思いましたが梶谷選手もファームでそこそこの結果を残していますので期待しましょうこのタイミングで昇格できなかった菊田選手を今後起用できる機会は来るのでしょうか 今日の試合もスタメンを大ききく変えてきました。ここ4試合すべて代打で4打数3安打のウォーカー選手を3番に坂本選手と大城選手を外し中山選手と山瀬選手を起用してきました坂本選手は昨日の試合でも4点リードの7回で交代していたので疲労が溜まっているという判断でしょうか小笠原選手に対して6打数4安打の中田選手がいないのはやはり痛いです スタメンの平均年齢25歳で迎えた今日の試合の初回、いきなり広岡選手の自身初の先頭打者ホームランで先制。ここ2試合ノーヒットでしたが、4試合連続1番起用に応えるバッティングでした。2回には中山選手がライトオーバーの二塁打。小笠原投手から打てたのは自信になるでしょう。4回の場面は、ここ最近でも一番不可解な采配でした。 連続フォアボールでもらったノーアウト1・2塁のチャンスで得点圏打率が4割を超えるブリンソン選手にバントの指示1点でも欲しかったという意図はわかりますが打線が下位に向かっていくという状況で1点でも欲しいならなおさらブリンソン選手の打撃に託した方が良かったと思います結果的に相手を助ける大きなプレーとなりました 案の定その裏にノーアウトからの連続ヒットでピンチを迎えましたが横川選手がよく踏ん張りました流れ的に逆転されていてもおかしくない場面となりましたがここは横川選手が素晴らしかったです横川選手の頑張りに打線が応えました5回表山瀬選手の今季初ヒットを皮切りにチャンスを作り秋広選手のところで代打に坂本選手 秋広選手は小笠原投手に全く合っていなかったので、このチャンスに代打を送られるのは仕方なかったです。坂本選手が先ほどの采配ミスを助ける見事なタイムリー。ここ最近の代打起用はよく当たります。ウォーカー選手もタイムリーで続き、今日まで全登板でクオリティスタートを達成していた小笠原投手を、5回途中でノックアウト。 スタメン起用された選手がそれぞれヒットを放ち、小笠原投手攻略に貢献しました。5回裏は横川選手に粘ってほしかったですが、結果的に鍵谷選手が火消しに成功したので良かったでしょう。ただ、先発を我慢できない展開が続くと、中継ぎ陣はどんどん苦しくなっていきます。そんな中 初登板となった三上選手は先頭にフォアボールはありましたが1点リードの場面で無失点に抑えホールドを記録1つ使える駒が増えたのはいいことです7回には坂本選手がセンターオーバーの二塁打完全にいい時の坂本選手の状態になっています1点リードの展開でダイソーが送られたことでも分かるようにやはりコンディションが万全ではないのでしょう 守備にもつきましたし、無理をすれば出れるけど、無理はさせないといった感じだと思います。田中千春選手は、ここまでよく頑張ってくれていましたが、3試合連続失点、3試合連続ホールド失敗では、今後は同じ場面で起用しづらくなりました。中川選手が戻ってくるまでこらえてほしかったですが、残念な結果となりました。 若い選手を多くスタメンで起用したこの試合を勝つことができたら大きかったですがまた切り替えて明日応援していきましょう明日の中日の先発は松葉選手です昨シーズンは巨人戦に3試合先発登板し1勝2敗防御率は3点24被打率は2割1分7厘となっています打者別の成績を見るとホームランを打っている打者はなく岡本選手 坂本選手の右打者はノーヒットに抑えられています前回登板では横浜を相手に5回を投げて2失点という内容でしたそれ以来今シーズン2度目の登板となります対する巨人の先発は6度目の登板となるグリフィン選手巨人の先発投手の中では比較的に安定した投球を見せてくれています中日とは早くも3度目の対戦で 過去2回の対戦で2勝対戦戦で勝、防御率と中日打線を得意にしています。リーグトップの4勝目を目指し最低限6回は投げてもらいたいです今日のイースタンリーグでは戸田選手が先発登板ここ最近はファームでローテを回り毎回100球近く投げていますがこの日も6回を投げて10安打を許し4失点 一軍で先発するレベルにはまだ達していないという印象です。岡田選手の勢いが止まりません。この日も二塁打一本を含む三安打猛打賞直近5試合では18打数11安打打率6割一部一輪と絶好調です。この絶好調のうちに一軍で見たかったですが、今日の昇格は梶谷選手でした。ご視聴ありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。